今日はママはケイルーとローズィーを名車さんに見学に連れて行ってくれました。ママ、どうしてメガネをかけるの？メガネの特別なレンズでよく見えるようにするためよ。僕にもメガネがいるの？まあ、だからここに来たのよ、ケイル。検眼師さんがそれを知るために目の検査をしてくれるの。ケイルは目の検査ってなんだか怖そうだと思いました。やあ、ケイル、それにローズィーだね。僕が検眼師だよ。僕が君たちの目を検査してメガネがいるかどうか調べるんだよ。どんな検査？大丈夫だよ、楽しいから。見せてあげるから中においで。さあ、そこに座って、ケイル。それは何？これは僕たちが使う特別なメガネで、君の視力検査に使うのさ。もし君がよく見えないときはレンズを変えるからね、こんな風に。わあ、全部ぼんやりしてる。これでどうだい？わあ、ずっといいよこれ。じゃあケイル、これからいくつか文字を見せるからね。それが何かを言ってくれるかい？これはエイ。とってもいいよ。A から始まる言葉を何か知っているかい？アップル。アップル、それはいいね。この字はどうだい？これは C。キャロット。すごいぞ。ママがキャロットは目にいいって言ってたよ。その通り。果物や野菜を食べるのは目を健康にするためにはとっても大事だよ。ケイルーは目の検査は楽しいと思いました。じゃあローズィー、君の番だよ。ケイルーはローズィーが少し緊張しているのに気がつきました。大丈夫だよローズィー、楽しいよ。はいローズィー、これは何の絵なのかわかるかい？ワンワン。すごいぞ。これはどうだい？その通り。さあ、検査はこれでもうおしまいだよ。検査の結果が出るまで外でいろいろなメガネを見ているといいよ。ママとケイルーとローズィーはさまざまなタイプのメガネを見ました。これはどうかしら。ママ、これは大きすぎるよ。間抜けに見えるよ。じゃあ、これはどう？かっこいいね。なんだか宇宙飛行士がかけそうなメガネみたい。いい知らせだよ、ケイル。君たちは目の検査がとても良かったよ。君とローズィーにはメガネはいらないよ。ああ、でも僕このメガネ好きだったのに。さあどうぞ、これは好きな時にかけてられるよ。すごいや、ありがとう。ケイルは視力が良くて嬉しかったのですが、もっと嬉しかったのは宇宙飛行士のメガネを持って帰れたことでした。ケイルはジャングルジムの周りでレオを追いかけていました。彼らは海賊で、レオが船を盗んだのです。ケイルは何としても取り戻そうとしています。あう、逃げても隠れられないぞ。学校の発表会の時間です。ケイルーはワクワクしながらも、クラス全員の前で話すので緊張していました。じゃあケイルー、いつでもどうぞ。今日は何のお話なのかな？このロープはおじいちゃんのです。僕の誕生日にくれました。おじいちゃんは釣りが好きです。週末には僕を釣りに連れて行って、あらゆる種類の、気をつけろケイル、船から落ちるなよ。魚を釣りたければ3つのことが必要だ。釣り竿、餌、そしてしっかりした結び目。
それから我慢さ。それ何？そうしたくなくとも待つことだよ。さて、大事なのはしっかりした結び目だ。そうすれば餌を落としたり、釣ろうとした魚に餌を取られたりしないからね。今必要なことは待つこと。ケイルーは週末の楽しかった時のことを思い出すと、もう怖くなくなりました。彼は釣り方や釣り糸へのミミズのつけ方、カジの取り方も教えてくれました。そして何よりもこのすごい結び目の作り方も。ほら、端っこを上に渡してこんな風に、そして下からこっちへこう回してこんな風に。これが八の字結びです。本物のスイフはこれをあらゆることに使います。とても素晴らしかったわ、ケール。みんな何かを学べたわね。すっごくよかったよ。ありがとう。休憩時間にそのやり方を。ケール、聞きましょう。外へ行ってレオに八の字結びを見せたいよ。ほら、我慢が必要でしょ。新しいことが学べるわよ。パパと夏にセーリングに行きました。そしてこの模型のボートを買ってもらったの。いつも覚えていられるように。ゆっくりと行きたい時はボートの方を引っ張るの、こんな風に。そして本当にすごく早く行きたい時は帆に風が当たるようにするの。ちょうどここに。いつか私もセールボートで世界中を回りたいです。とっても素晴らしかったわ、みんな。ねえ、ケール、いつも何か新しく学べるでしょ。そして誰でも先生になれるのよ。では、休憩。子供たちはみんな外で遊んでいます。マーティン先生はニコニコと周りを見渡し、ケールとジェシーがジャングルジムのそばの日陰にいるのを見ました。嵐が来るよ、ジェシー。ここから出なきゃ。早く動かないとダメ。頬を下ろして、ケール。マーティン先生には何の遊びなのかすぐ分かりました。ケールとジェシーが模型のボートで空中を航海していたからです。今日はケールはクレメンタインと遊ぶ日でした。二人はお城の王様と女王様ごっこをしていました。やあ、僕はケール王だ。君の名前は？私はクレメンタイン女王よ。お会いできて嬉しいわ、ケール王。その箱はどうするの、パパ？この先のダニエルズさんが引っ越すそうだ。だからこの箱を貸してあげるんだよ。ケールはそれらの箱を巨大なブロックみたいだと思いました。そうだ、これで僕たちのお城を作ろうか。それはいい考えね、ケール。あなたが王様で、私が女王様よ。僕は壁を作るよ。私は塔を作るわ。ほら、僕たちのお城ができたよ。羽橋を下ろすんだ、クレム。わあ、ここは大きいな。こんにちは、クレム女王。こんにちは、ケール王。塔のてっぺんに登りません？そこから王国全体が見渡せるわ。いいよ。わあ、これは高いな。塔のてっぺんからケイルー王とクレメンタイン女王は何マイルにもわたって全ての方向を見ることができました。とっても綺麗だわ。これは最高の王国だよ。さあ、僕たちの王座に座ろう。
ケイル王とクレメンタイン女王は謁見室に入りました。そして驚きました。誰かがすでにそこに座っていたからです。おい、そこに座っちゃダメだ。王座に座れるのは王様と女王様だけだよ。あたち女王、あたち女王。まあ、あなたなの、ローズィー。ローズィー、君は女王にはなれないよ。クレメンタインが女王だもの。大丈夫よ、ローズィー。あなたは王女様になれるわ。ほら、かわいい。あ、ダメだ。お城が攻撃されてる。ジャイアントだ。これで遊びの時間はおしまい。これからこの箱をダニエルズさんに持っていくから。ああ、王様と女王様ごっこやってたのに。大丈夫だよ、ケイルー王。ダニエルズさんの用が済んだらまた箱を君たちに返してあげるから。やった。ケイルーは王様になるのが楽しかったので、友達と一緒にまたお城を作るのが待ちきれませんでした。